この頃、京子ちゃんもあんまり口を聞いてくれない。私の気のせい？でも買い物とかもまゆちゃんとかと言ってるみたいだし、私嫌われちゃった？京子ちゃんは私といる時よりも楽しそうだもの。もう学校に行きたくない。でも怒られるのも嫌。